おはようございます、大輔です。今日もですね、また音楽水系にやってきました。もうね、ちょっとオープニング撮るにはまだ暗いんですけど、ちょっとね、まあ光源でちょっとわからないかもしれないですけど、もうそろそろいい時間帯なんですよ。だからちょっと先にオープニングだけささっと撮って釣りを始めようかなっていう感じです。まあ今日もね、音楽に来たからにはまたしっかり遊んで帰りたいと思います。じゃあ今日も始めていきましょう。レッツゴーフィッシング。さあ眠てえぞ。始めていこうかな。今日さ、菜の花大橋のところの用水路から始めようと思ったんですけど、朝4時から先行者がいた。場所取り争いに負けてここにまず落ち着いてます。そこもやもやしてるね。この水路が一番生命反応が濃い。だよ。だよ。よし、来た。オッケー。ああ。危ねえ。はい、フリックシェイク。あ、針どっか、フリックどっかやりやがったな。がっつりいったね。決まった。しゃあ、こいつを測ろうか。イエイ。いただきました。しゃあ、犬鳴き。音楽推定のナイスバスです。はい、ちょっとね、上顎の42、あ、帰っていかれた。42センチでした。すぐそこだ、そこにいたね。もう餌待ってたんだろうね。釣れました。ちょっとカメラ止めてる時に釣れちゃいましたけど、
うん、びっくりした俺も。いい持ってき方するからさ、でかいかと思ったらこんなんだった。ツーウェイでベイウェイやってくださいよ。あれ、おらんくなったくないですか。おらんくなったくないですか。多分います。釣っちゃってください。あの裏側におるでしょう。いいこと思いついたんですよ。あっちの柱の裏側に投げるやないですか、うん、スタートの方の。あっちからこの流れ。そうそうそう。オッケー、来た。